アントーノフアンマイナス30、マイナス30オープンスカイ条約に基づき運用されている。ロシア空軍のアンマイナス30、アンマイナス30はソビエト連邦の観測機、偵察機、輸送機としても運用されている。アントーノフ設計局のアンマイナス24を原型機としている。ナトーコードネームはクランク。アントーノフ設計局は 航空地図作成を目的として、アンマイナス -24 の観測機型アンマイナス -24、FK として開発した。FK は、写真による地図作成を意味する、フォトカルテグラフィーシュスキーに由来する。機体前方の設計変更が行われ、アンマイナス -24 よりも良好な視界を得られる、コックピット、ガラス張りの機種、胴体下方に、カメラの追加が行われた。 この設計変更が認められ、アンマイナス30という新たな名称が与えられた生産型は、1971年より、キエフの交渉で生産が開始され、同年には最初の生産型が完成した。1975年、パリ航空ショーで展示され、この時に与えられた、ナト o コードネームがクランクである。1980年には、生産が完了している。 乗員は、アンマイナス24の4名から増加し7名となった。カメラなどを運用するオペレーター2名の席が増設され、食料庫や休憩用の座席も設けられた。ベランダというあだ名を持つ、機種の観測スペースへの移動は、機内を張って進まねばならなかった。このスペースを設けたことで、レーダーは取り除かれ、新たに小型のドップラーレーダーが装備されたが、 性能的に不十分であったため、一部の機体には、グローサ M30 レーダーが追加装備された。胴体には撮影用の窓が設けられ、不要時には閉じることで、ひび割れの防止や、離着陸時に巻き上げる小石などからの防御が可能であった。右前方の大型のドアは維持され、機材の積み下ろしに活用された。機体側面の窓は、アンマイナス24や、 試作型のアン -24FK と異なり、アン -32 と同様にその大半が存在しなかった。カメラは3機が機体中心下部に直線に配され、2機がそれぞれ28度の角度で取り付けられていた。高度2000から7000メートルの範囲で20万分の1から1500万分の1までの解像度で撮影が可能であった。 アンマイナス 30M は人工降雨、表による農作物の損害回避などの気象制御に用いられた。式典時の制天演出も任務とし、メーデーや1997年9月のモスクワパ850年記念式典などが知られている。アフガニスタン紛争に際しては、1982年から航空写真による地図作成を行い、一機が損傷を受けた後、 墜落したまた、キューバの保有機は、1987年にアンゴラで活動を行っている。2011年までに、運用中に2機が失われている。1985年3月11日、ソ連空軍のアンマイナス 30B が、 アフガニスタンのカブール国際空港の北 25km 付近で、死体空ミサイルにより、被弾、エンジンに損傷を負い着陸に失敗して2名が、死亡した。1992年3月22日、ミャチコ・ボアビアの機体がニジネヤンスクの西 53km 付近で、オートパイロットの操作ミスにより空中分解を起こし、川に墜落した。 乗員乗客10名全員が死亡した。出店軍用機以外の出店は、フライトインターナショナル、39オクトーバー2006による。ABCDE&M-30、&M-32、&&M-140 グレッグ・ゲーベル、イン・ザ・パブリック・ドメイン、ハットイ・エフィム・ゴードン、ドミトリー・コモソーラブセルゲイ・コモソーラブ・アントノフ、エスターボ・ボプロップ・ツインズ、ヒンカリー、UK。 ミッドランドパブリッシング ,ISBN1 から857801539、P73ABCDAIRFORCE-TECHNOLOGY.com、ハットイエフィムゴードン、ドミトリー・コモソーラブセルゲイ・コモソーラブ前傾所、P75MJH ・テイラー、エド・ブラッシー、S ワールドヤクラフト システムズディレクトリ1999-2000エディションブラッシー SISBN1857532457 ハットアビエーションセーフティーネットワークハットアビエーションセーフティーネットワークハットアビエーションセーフティーネットワークハットビエットットアビアン -24 マイナス26、マイナス3 0 t u r b o p r o p t r a n s p o r t a i r c r a f t s i n o d e f e n c e c o m ルーマニア空軍、マルニクスサップ。カルロブラマー。フォルテリアエリエネロマネイン、ロトニクトゥーナンバー、4、2010p39。ありがとうございます。